アセットナビです。この度新型コロナウイルスに罹患された方々の一日でも早いご回復と、困難な状況にある皆様が一日でも早く日常を取り戻されることを心よりお祈り申し上げます。今回は2020年6月に入居可能となる予定の新築物件アークマーク目黒不動前のご紹介をさせていただきます。東急目黒線の不動前駅が最寄りとなっておりまして、物件はここから徒歩5分ほどの場所に位置しております。周辺は閑静な住宅街となっております。改札出て右側の方向に進んでいきます。それではこれからその道のりをご紹介させていただきます。参りましょう。物件にはこちらの不動前駅通り商店街を道なりに進んでいただくと到着いたします。こちらには蕎麦屋さん、焼肉屋さんとマクドナルドもあります。半分は商店街となっております。飲食店がたくさんありますね。その向かいにはちょっぴりディープな通りもありますね。不動前駅商店街は人通りも多いので女性の一人暮らしも安心です。こちらの丸一プチは午前7時から深夜の2時まで営業しております。中にはキャンドゥもありますので品揃え豊富です。仕事終わりにもお買い物できますね。向かいにはセブンイレブンもありますのでお買い物には困りません。この辺りには居酒屋さんが立ち並んでおります。右手には魚富、左手には居酒屋ピカ、ランチ営業もしており、マグロ漬け丼が美味しかったです。その隣には炭火焼き鳥屋さんもあります。お隣にはインド、バングラデシュ料理が楽しめる居酒屋さんがあります。そしてそのお隣には唐揚げ専門店のからまるさん、唐揚げチャンピオン金賞を受賞しているそうです。その向かいにはカレーダイニング太陽堂、本格的なカレーが楽しめました。こちらには薬局、内科、皮膚科、その向かいには整骨院があります。病院が揃っているので安心ですね。そのお隣にはパン屋さんがあります。いい匂いがしてきました。ここまでが商店街となっております。ここからは閑静な住宅街に入っていきます。街灯もちゃんとありますので夜道も安心ですね。突然ですがここでプチ情報。不動前という駅名の由来は、不動前駅から歩いて15分のところにある日本三大不動尊の一つ目黒不動尊から来ているそうです。目黒不動尊では今も毎月28日に境内で縁日が開かれているそうですよ。この道を進むと
社が見えてきます。氷川神社には江戸時代初期に氷川の滝というものがありました。湧水量は減りましたが、今もかつての面影を残しています。また鉄砲石と呼ばれるものがありまして、こちらは幕末の勤王志士たちが鉄砲の練習で標的にした石と伝わっています。氷川神社が見えてきました。御朱印もいただきました。左側に物件が見えてまいりました。右手にあるのが安楽寺というお寺さんです。安楽寺は品川区の指定有形文化財に登録されているそうです。歴史的に価値のあるということで登録されているようですよ。こちらが安楽寺ですね。そして到着しました。こちらがパークマーク目黒不動前です。